雑魚がいるようだな。あそこか。なんとかくたばってなかったようだな。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、ついに目的の地にたどり着いたのであった。調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。はあ、尻尾だ。やった、ついたぞ。あれ、なんもねえ。ん、なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこに海王様がいんだ。やったー、やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいんのか。あ、おめは、海王じゃ。え、お前緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。違う車両サービスしてやろう。もしもし、あれ、誰も電話に電話。プッププ、最高。え、な何、お前何しにここに来た。ほら、海王様に修行してもらおうと思って。とっとと帰れ。シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。そりゃねえよ。頼むよ海王様。そこまで言うならテストしてやろう。このギャグの天才であるこの海王様をシャレで笑わせてみよう。え、オラがシャレをか。トンが吹っ飛んだ。プッププッププップッ。笑った、海王様が笑ったぞ。くそ、お前ただもんじゃないな。教えてやるぞ、最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ、武術か。それを最初に言わんかい。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。海王拳を、そしてあの必殺技を。
パクパキ、マグマグ。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。しようかな。やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だから気をつけなくちゃ。いたいた。リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったようだな。僕をここに置いていったおじさん。俺はピッコロだ、覚えておけ。ピッコロさん。お父さんが昔戦ったことがあるって言ってたあのピッコロさん。少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。確か昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。では本格的にしごいてやるとするか。まずは飛べるくらいにはなってもらうぞ。よし、そうだ。木のコントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。手合わせの準備をしろ。準備ができたら俺のところへ来るんだ。念のため言っておくが、逃げるなよ。いいな。なんとか飛べるようになれたけど、ピッコロさんと手合わせか。ちょっと怖いな。よし、怖いけどやるしかない。逃げずに来たな。始めるぞ。さっさと構えろ。はい。見るのではない、感じるんだ。どうしたらいいか考えろ。そして動け。あとたった6ヶ月しかないんだぞ。もうこれ以上動けないよ。ヤッホー、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 ヤッホー。よし、今日はこれくらいにしてやろう。この半年で泣き虫だけはなんとか治ったようだな。ねえ、ピッコロさんは昔お父さんと戦ったんでしょ。まだ戦いは終わっていない。
サイヤ人を倒したら次は貴様の父の番だ。でもお父さん言ってたよ、生まれ変わったピッコロさんは前みたいにむちゃくちゃ悪い人じゃないみたいだって。ち、僕もちょっとそう思う。お母さんやおじいちゃんは怖がってたけどね。くだらんことを言ってないでさっさと寝てしまえ。明日はこんな優しい仕置きじゃないぞ。は、はい。くそったれが。いいぞ、カイオ様。このオーレンガの超スピードを見事捉え、元気玉を使いこなしてみろ。ん？そりゃ！やっ！おお、あっさりと。まあ見事だ、孫悟空。苦労したもん。何度もくどく言うようだが、元気玉は全てのものからあらゆるエネルギーをほんの少しずつ分けてもらい、それを集合して放つ技。下手をすれば守るべき自分の星ですら破壊してしまいかねん、とんでもないパワーがある。どうしようもなくなった時にのみ一発だけ使うことを許す。思った通りのすごいやつじゃ。こいつなら修行を耐えきれるかもしれん。休んでる暇はないぞ。食事と睡眠以外はこの俺との戦いだ。覚悟しておけと言ったことを忘れたか。でも少しくらい。余ったれるな。死にたくなければもっと強くなるしかないんだぞ。この俺よりも、そしてサイヤ人よりもな。わかってるけど。くだらんことを言う暇があるなら戦え。わば。ひとまず飯だ。続きはそれからだ。食べる時と寝る時以外ずっと修行ばかりやってたら、強くなる前に僕死んじゃうよ。それに僕なんかがお父さんやピッコロさんみたいに強くなれるはずないし。そうだ、どうせならこのまま家に帰っちゃえ。よ、よーし、ちょっと食べ物を探してこようかな。力が湧いてくる。ピッコロさんの方が断然強いよ。あんなに修行しても僕ボロボロになっちゃうし、僕なんか邪魔なだけだよね。お母さん元気かな。お母さんのご飯早く食べたいな。
急がないとピッコロさんにバレちゃう。出会うかもしれない。用心しなきゃ。ありがとうございます。それにしてもとっても強いんですね、ごはんさんって。ま、そうなの？気づいてなかったんですか？まるで天下一武道会で優勝した時の悟空さんみたいでしたよ。お父さんみたいに？僕、そんなに強くなってたんだ。さすがは悟空さんの息子さんですね。勇敢だし強いし。僕なんか敵も追い払えないくらい全然ダメダメなのに。でも逃げなかったじゃないか。今ヤムチャ様は厳しい修行をしています。だからせめて差し入れでもと思って。それにヤムチャ様は言うんです、お前が期待してくれるから頑張れるんだって。だから僕も頑張らなきゃって思うんです。みんな頑張ってるんだ。いけない、そろそろ戻らないと仕込みの時間が取れなくなっちゃいます。助けてくれてありがとうございました。それではこれで。ピッコロさんは怖いけど、本当に僕強くなってたもんね。もうちょっとだけ頑張ってみようかな。僕もお父さんやピッコロさんみたいに強くなって、お母さんやみんなを守るから。強くなれたのはピッコロさんのおかげだね。もっとしっかり修行すれば今より強くなれるかな。よし、頑張ろう。
あれ？これでもう噂しないかな。ピッコロさん、全力で来い。え？この俺を倒すつもりでな。どうした？俺や孫悟空のように強くなりたいんじゃないのか？それでサイヤ人と戦えると思っているのか。行きます、ピッコロさん。エアパー、エアコアパー、チェッコアパー、コアパー、コア、エ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 ア、もっと本気を出せ。死にたいのか。はい、コア、孫悟空の力はもっとすごかったぞ。まだまだいけます。そうだ、その感じ忘れるな。ようやく形にはなってきたか、クソガキ。いや、ご飯。ありがとう、ピッコロさん。道着がボロボロになるくらい時間かかっちゃったけど。では、俺が新しい道着をくれてやろう。この道着って何か文句でもあるのか。うん、ありがとう、ピッコロさん。さて、いよいよ決戦の日が近づいてきたぞ。サイヤ人たちは明日地球に降り立つ。あ、しまった。何どうしたんだ。お前が蛇の道を通って帰る時間を計算に入れていなかった。わしの背中に手をつけて地球の仲間にドラゴンボールで生き返らせてくれるように伝えろ。わかった。イデオ、シェンロ。頭の上の輪が消えたぞ。生き返ったのじゃ。急いで行け。はい、
いろいろありがとう、カヨ様。じゃあな。そして決戦の時は近づいた。激しき死闘、絶望を呼ぶ二人のサイヤ人。地球って言ったな。まあまあの星じゃないか。ピーピーうるさいひよこたち、挨拶してやろうかな。とりあえず戦闘力の一番高いやつを探すんだ。そいつがラディッツを殺したやつだ。あるいはカカロットの息子かもしれん。ん？見つけたぞ。よしナッパ、遊びに行ってやろうぜ。あ、ものすごい気が近づいてきてる。ピッカロさんに知らせなきゃ。奴らはここに来るつもりだ。やあ、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。あ、クリリンだ。お前ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。あれみたいなもんかどうか試してみやれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。グラグラグラ、こいつら結構できそうだぜ。ん？デジアン、チャオズも。よ、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん、プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。ご飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。
どうやら少しは楽しませてくれそうだな。さあ、次はドイツだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。残りも俺一人で片付けてやるぜ。ヨムチャさん、なんてやつだ。自爆しようと。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はドイツだ。さて、ドイツから片付けてやるかな。ヨムチャさん、ちくしょう。ワルやブルマさんたちもなんて言えばいいんだよ。太陽剣、バカだ。さて、ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。何をする気だ、ジャオス。さよなら、ケンさん。どうか死ねないで。やめろ、ジャオス。ジャオス。くだらねえことしやがって。ジャオス、仇は撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。脅かしやがって。悪夢だよ。ゴク！
早く来てくれ。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。いや、絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら、孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。チキショウ、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。何をしてるんだよ悟空。なあ、こうなったらやっぱり逃げようか。奴らはどっちにしても人類を全滅させるつもりだ。お父さん。ピッコロ、お前はいざとなったら逃げてくれよ。どういうことだ。だってお前が死んだら神様も死んじゃうだろ。そうしたらドラゴンボールまでなくなっちまう。余計な心配をする暇があるなら勝つことを考えろ。ああ、わかった。ピッコロさん、悟空、早く来てくれ。残り時間はもうないぞ。時間だ。無駄だったようだな。臆病者のカカロットは来なかった。さて、じっくりと痛めつけてやるか。なんだ、この気は。とんでもない気が遠くから近づいてくる。本当だ。すごいけど懐かしい気。やつしかいない孫悟空だ。カカロットか。どれ。ん？ベジータ、こいつらの言ってるのは本当か。カカロットかどうかは知らんが、もうすぐここにやってくるだろう。戦闘力5000ほどのやつが。バカな。そいつは何かの間違いだ。ナッパ、そいつらを殺せ。カカロットと手を組まれると厄介なことになりそうだ。ドラゴンボールのことは構わん。俺に考えがある。そのナメック星人の故郷ナメック星に行けばもっと強力なドラゴンボールがきっとある。カカロットがもし本当に生き返ったとなれば、あの伝説は真実だったわけだ。ん？ピッコロさん逃げて。お父さんが来るまでなんとか僕が食い止めるよ。ピッコロさんが死んじゃったら神様も死んじゃって、ドラゴンボールが。てめえだけで食い止められるわけないだろう。食い止めるだと。この俺を笑わせやがって、このガキが。
は。ご飯ご飯がやるな。これだって。どうせお前らは皆殺しだ。太陽剣。バカだ。お前のサイヤ人の血を引いているのか。この俺を楽しませてくれ。これで終わりだ。どうした貴様ら、もう終わりか。そんな、太陽剣。バカだ。すげえことやってくれるじゃん。ちょっと茂るじゃん。死ぬ。くたばるなよ。もう少し遊ばせろ。No.
やろ、グッコ。ピッコロさん、どうして。早くしろ。しないで、お願い、いじらないで。よし、着いたぞ。悟空、神様、急ぐぞ、捕まれ。頼む。あの小僧、本当に海王様のもとから帰ってきよった。修行はバッチリだ。頼んだぞ。地球をかけた大激戦、悟空対ベジータ。敵が集まって、あっちだ。敵が二つ、もっと敵が二つ、小さい敵が一つ、数が合わねえ。誰か死んじまったのか。